兵庫県が犯人探しのスマホ調査をしていたこと、あなたは知っていますか？今回の動画では兵庫県庁で巻き起こる一連の問題について深掘りします。まず斉藤元彦知事に対する衝撃的なパワハラ告発から始まります。元県民局長が勇気を振り絞って告発した内容とその後の彼の悲劇的な運命、これに対して県の人事課がどのように対応をしたのか、そしてその対応がどれほど不適切だったのかをお伝えします。次に人事課による私物スマートフォンの調査について、この驚くべき行動は職員のプライバシーをどのように侵害し、信頼関係を壊していったのかを詳しく見ていきます。調査の名の下に行われたプライバシー侵害の実態と、それが適正とされる背景には何があるのか、あなたも驚くことでしょう。さらに幹部職員たちの連鎖的な辞職の波、副知事や総務部長、人事部長といった要職にある人物たちが次々と職を離れていく状況、この連鎖的な辞職は県庁内部のどれほど深刻な問題を示しているのか、職員たちの恐怖と不安に満ちた日常に迫ります。内部告発者が適切に保護されない組織の現状とはいかに、そして最後にこの一連の出来事が社会全体に与える影響と法的問題について掘り下げます。地方自治体の信頼性が揺らぎ、法的な責任が追及される中で、兵庫県庁の透明性と信頼性を取り戻すためには何が必要なのか、全国の自治体がこの問題から何を学び、どう変わっていくべきなのかについても、私自身の見解を交えながらお話しします。斉藤元彦知事と兵庫県庁の未来はどうなるのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは斉藤元彦知事のパワハラ疑惑と告発についてから始めましょう。斉藤元彦知事に対するパワハラ疑惑が浮上したのは今年3月のことです。当時元県民局長が勇気を振り絞り、斉藤知事によるパワハラ行為を告発する文書を県内で配布しました。この告発文書は斉藤知事が自身の権力を乱用し、職員に対して過度な圧力をかけたとされる詳細な内容が含まれていました。しかし県の人事課はこの告発文書に対して迅速に反応し、内部調査を開始しました。人事課は元局長の公用パソコンを徹底的に調査し、告発内容が事実無根であると結論付けました。これにより元局長は懲戒処分を受けることとなりました。しかしこの対応がさらなる波紋を呼びました。元局長は告発後間もなく死亡し、その死因は自殺とみられています。この出来事は斉藤知事の疑惑を否定するための県の対応が職員に対する圧力やパワハラの一環ではないかという疑念をさらに深めました。元局長の死後、事態はさらに複雑化しました。県の人事課が別の幹部職員に対しても調査を行っていたことが明らかになったのです。この調査は幹部職員の私物スマートフォンを無断で確認するという形で行われました。目的や根拠を説明することなく、職員のプライバシーを侵害する行為に対して県民やメディアからの批判が高まりました。プライバシーの侵害が明らかになるにつれ、斉藤知事に対する不信感も増していきました。斉藤知事は当初からパワハラ疑惑を完全に否定していましたが、元局長の告発内容の一部が事実であることが判明すると、その否定も揺らぎ始めました。百条委員会での調査が進行中であり、さらなる事実が明らかになることが予想されています。一方で斉藤知事は辞職を否定し、県政を続ける意向を表明しています。斉藤知事のパワハラ疑惑は県内外で大きな注目を集め、県民の間でも大きな議論を巻き起こしています。この問題は単なるパワハラ疑惑にとどまらず、地方自治体の透明性や信頼性、そして内部告発者の保護に対する問題提起としても重要です。百条委員会での調査が進む中、斉藤知事と県の対応がどのように評価されるのか、今後の展開が注目されています。元局長の勇気ある告発とその後の悲劇的な結末は、地方自治体におけるパワハラ問題の深刻さを改めて浮き彫りにしました。斉藤知事の今後の対応次第で、兵庫県の信頼回復への道のりが大きく変わることは間違いありません。次は兵庫県の人事課による私物スマートフォン調査についてです。兵庫県の人事課が行った調査は多くの人々の関心を集め、驚きと批判を巻き起こしました。この調査は告発された職員に対する徹底的な追及を意味し、その手段として私物のスマートフォンを対象としました。この行動は職場の一線を越えたものであり、多くの点で問題をはらんでいます。まずこの調査は告発者のプライバシーを無視したものでした。人事課は調査の目的や根拠を明示することなく、別の幹部職員に対して私物のスマートフォンを見せるように迫りました。この行為は職員の基本的人権を侵害するものであり、職場における信頼関係を大きく揺るがすものです。個人の私物を調査する行為がいかにプライバシーの侵害であるかを考えると、その深刻さが浮き彫りになります。さらにこの調査方法が適正であると人事課が主張したことは、県内外で大きな波紋を呼びました。適正とは何を基準にしているのか、またどのような法的根拠があるのかが全く明確にされていませんでした。これは職員の権利を守るための組織が逆にその権利を侵害するという非常に矛盾した状況を作り出しています。この行動が適正であるとされることで、今後の職員のプライバシー保護の基準が大きく揺らぐ可能性があるのです。この調査は職場の風通しの悪さや不透明な権力構造をも浮き彫りにしました。人事課がこのような行動をとる背景には、職員間の信頼関係がすでに損なわれているという現実があります。職員が自分の上司や同僚に対して疑心暗鬼になり、告発や調査が恐怖と不信の中で行われることは、職場の士気を大いに低下させる要因となります。信頼が築かれていない職場環境では、優れたパフォーマンスを期待することは難しいでしょう。またこうした調査が行われる背景には、斉藤知事をはじめとする県の幹部職員の強権的な態度が影響していると考えられます。彼らのリーダーシップスタイルが職員に対して過度な圧力をかける結果、職員は自分たちの身を守るために疑心暗鬼にならざるを得ない状況に追い込まれています。これは健全な職場環境とは程遠い状態です。最後に、今回の調査がメディアで報じられたことで、県民や関係者の間で大きな議論が巻き起こりました。この調査の手法やその適正性について、多くの人々が疑問を抱いています。公務員としての倫理観や法的遵守が問われる中で、兵庫県の対応は今後も注目され続けるでしょう。プライバシーを守り、透明性の高い行政運営を実現するためには、根本的な改革が必要です。この一連の出来事は、兵庫県の行政運営に対する信頼を大きく揺るがすものであり、今後の対応次第でその影響がどのように変わるかが注目されます。職員のプライバシー保護と信頼関係の再構築が急務です。次は兵庫県幹部職員の辞職と内部告発者の保護についてです。兵庫県庁で起きた幹部職員の相次ぐ辞職は、まるで連鎖反応のように広がり、県政に大きな混乱をもたらしました。この現象は単なる人事異動や退職ではなく、斉藤知事のパワハラ疑惑に端を発する一連の出来事の余波と見るべきです。副知事や総務部長、人事部長といった要職にある人物たちが次々と職を辞する状況は、県庁内部の深刻な問題を浮き彫りにしています。この連鎖的な辞職は、職員たちが安全に働ける環境がすでに崩壊していることを示しています。幹部職員の辞職が続く中で、職員たちは恐怖と不安の中で仕事を続けざるを得ない状況に置かれています。こうした環境下では、士気が低下し、業務の効率も著しく悪化することは避けられません。実際に一部の職員は体調を崩し、長期の休職を余儀なくされていると報じられています。特に問題視されるのは、内部告発者の保護が全く機能していない点です。告発者は勇気を持って不正や問題を指摘する存在であり、本来であれば組織から手厚く保護されるべきです。しかし兵庫県庁では逆に告発者が報復の対象となり、精神的に追い詰められる事態に陥っています。これは組織全体の透明性や信頼性を著しく損なうものであり、内部告発者の保護制度の見直しが急務です。さらに、幹部職員の辞職は斉藤知事のリーダーシップに対する不信感を一層強める結果となっています。知事自身がパワハラ疑惑を否定し続ける一方で、その周囲の幹部たちが次々と職を離れる状況は、知事の指導力が機能していないことを物語っています。こうした状況では、県民の信頼を回復することは容易ではありません。また、辞職した幹部職員たちの中には、自身もパワハラの被害者であったり、あるいは告発者に対する不適切な対応を強いられたものも含まれているとされています。彼らが職を辞することによって、県庁内部の問題がますます外部に露呈することとなり、メディアや市民からの厳しい視線が注がれることになります。このような状況では、新たな幹部職員の採用や配置も難航し、組織の再建には長い時間と努力が必要となるでしょう。さらに、幹部職員の辞職に伴い、県庁内部の意思決定プロセスにも大きな影響が及びます。経験豊富な職員たちが次々と辞職することで、重要な知識やスキルが失われ、業務の連続性が断たれる可能性が高まります。このような事態に対処するためには、早急に組織全体の改革が必要です。以上のように、兵庫県庁の幹部職員の相次ぐ辞職と内部告発者の保護問題は、県政全体に深刻な影響を与えています。組織の信頼性を回復し、職員が安心して働ける環境を再構築するためには、透明性の確保と強力なリーダーシップが求められます。今後の展開に注目しつつ、県民や職員の声を反映させた改革が急務です。最後は兵庫県庁の社会的影響と法的問題についてです。兵庫県庁のパワハラ疑惑と一連の出来事は、単なる地方行政の問題にとどまらず、社会全体に大きな影響を及ぼしています。まず、斉藤知事に対する疑惑とその対応が明るみに出ることで、地方自治体に対する信頼が著しく損なわれました。地方自治体は、市民の生活を支える重要な機関であり、その信頼性は何よりも大切です。しかし、今回の問題で明らかになったのは、組織内の不透明な権力構造と、それに伴う不正行為でした。この事件は、兵庫県内の行政機関だけでなく、日本全国の自治体にも警鐘を鳴らしています。自治体が透明性を欠き、内部告発者を適切に保護しない状況が続けば、市民の信頼は回復しないでしょう。この問題は、全国の自治体が自らの組織運営を見直す契機となるべきです。特に、告発者の保護体制やプライバシー保護の強化が求められています。また、今回の件では法的問題も数多く指摘されています。職権乱用や個人情報保護法違反といった具体的な法令違反が疑われており、これに対する適切な対応が求められます。斉藤知事や幹部職員が法を犯した場合、その責任は厳しく追及されるべきです。法的措置が講じられないままでは、行政の透明性と信頼性はさらに失われてしまいます。さらに、この事件はメディアでも大々的に報じられ、多くの市民が関心を寄せています。報道の内容は、県庁内部の不正行為や権力の乱用について詳しく伝えられており、市民の反応も非常に厳しいものとなっています。こうしたメディアの報道は、行政の透明性を確保するための重要な役割を果たしていますが、それと同時に、当事者にとっては大きなプレッシャーとなります。斉藤知事や幹部職員は、このプレッシャーの中でいかに自らの行動を正当化し、信頼を回復するかが試されているのです。社会的影響としては、職員のモラルや士気にも大きな打撃を与えています。特に、今回の問題で明らかになった内部告発者への報復行為は、職員たちに恐怖心を植え付け、告発をためらわせる要因となっています。これでは、不正行為が内部で見過ごされるリスクが高まり、組織全体の健全性が損なわれます。内部告発者が安心して声を上げられる環境を整えることが急務です。また、この問題は市民の行政に対する監視意識を高める結果ともなりました。市民が行政に対して声を上げ、問題点を指摘することは、健全な民主主義社会の基盤となります。行政側も、市民からの声を真摯に受け止め、改善に努める姿勢が求められます。今後、兵庫県庁がどのようにこの問題に対処し、信頼回復を図るのかが注目されます。以上のように、兵庫県庁の一連の問題は、地方自治体の運営や透明性、信頼性に関する重要な課題を提起しています。法的問題や社会的影響を踏まえ、今後の対応が求められることは言うまでもありません。これからの展開に注目しつつ、透明で信頼される行政運営を実現するための改革が急務です。斉藤元彦知事のパワハラ疑惑をめぐる一連の問題を深掘りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。今回の動画では、斉藤知事に対する告発から始まり、人事課によるプライバシー侵害、幹部職員の辞職連鎖、そして社会的影響と法的問題まで多岐にわたるトピックを取り上げました。私自身、地方自治体における信頼性と透明性の欠如がここまで深刻な事態を引き起こすことに驚きを隠せません。斉藤知事が疑惑を否定し続ける一方で、幹部職員が次々と辞職する現状は、県政の混乱を如実に示しています。これは単なる内部問題にとどまらず、地方自治体全体のガバナンスの課題を浮き彫りにしています。特に注目すべきは、内部告発者が適切に保護されない組織の実態です。勇気を持って不正を告発する人々が報復の対象となり、精神的に追い詰められる環境が存在することは、組織全体の健全性を著しく損なうものです。内部告発者を保護し、彼らの声に真摯に耳を傾けることが、組織の透明性と信頼性を高める第一歩であると考えます。今回の一連の出来事は、兵庫県庁だけでなく、日本全国の自治体が直面する課題です。透明性の確保と適切なガバナンスを実現するためには、組織内部の構造改革が不可欠です。私たち市民も、行政に対して監視の目を光らせ、声を上げることが求められています。そうすることで、より良い社会を築くことができるでしょう。視聴者の皆さん、今回の動画を見てどのように感じましたか。斉藤知事の対応について、また県庁内部の不正行為について、あなたの意見をコメント欄でお聞かせください。特に、内部告発者の保護や行政の透明性について、あなたの考えを共有していただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この問題についての議論を深めるために、皆さんのコメントがとても重要です。今後もこのチャンネルでは、社会に影響を与える重要な問題を取り上げていきますので、ぜひチャンネル登録と通知設定をお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。